きます。それでね、よし、これでちゃんと映ってんのかな。まず、F の2からここまで選んでください。47まで。で、右クリックでコピーします。で、このテンプの12まで持ってってコントロール V 貼り付けます。これでまず一気に出来上がりました。ここまでいいですか。できた。で、これまずワークドにしてください。で、一応確認してもらうと、テンプ2はテンプレチャーの C2 ですから、テンプレチャーの、ね、C2 でしょ、合ってるよね。で、例えば62年の2月の気温だった217、ね、62年の2月 216.9 だから、まあそこ合ってるとかみたいな、まあ、一応これで出来上がりました。で、今度はね、プレシピテーションの時にこれをそのままね、この部分をコピーしてペーストするとずれちゃう、ね、これをこのままこうやってこう、例えば今みたいな要領でコピーをして、このここにこれを持っていくとずれちゃうんですよ。 N2 になっちゃう、テンプレチャー N2、 しかもテンプレチャー帯になっちゃうね。でもここに来てほしいのは N2 じゃなくてB が来てほしい、ね、で、それで何をするかというと、置換を使います。置換です。で、テンプレチャーのね、テンプレチャーびっくりマークっていうのがでしょ、これここまでをまずコントロール C、 コントロールコピー C して置換のボタン部分を立ち上げてもらって、これを貼り付けて、ここにテンプレチャービックリマークってやつ、これ右側、検索と置換、右上のところにあります、ホームので。次に置換後の文字列ってやつは、これを V をしてもらって、その後にドルマークをつけてください。ドルマーク、ドル、で、次を検査、みんなわーっとこうみんな見つけてってくれるんですけど、ね、この今全部ずっと入ったやつ見つけてってくれるんですけど、全て置換します。552件の置換を完了しました。そうすると今ここに入っているデータが全部、あ、こんな感じでデータがなってます。これだけちょっとね、間違えちゃったね。イコールテンプレチャーの1の、ね、B の前にドルマーク、こんなふうに。別にこれ機内のデータも変わってないから、ただ単にこの全部のこのここにあるシートの中の、今までこの EF とか BX はこれ動かす前の、この前にドルマークをつけただけですから、これをこうやって選んでもらって、これ最初の F2 はどうやってどうしたらいいですか。 F2 の式は E5 の B2 でいいですか。テンプレチャーの B2 でいいよ。あ、じゃあこれ F2 だけちょっと違う数字になっちゃってるから、 F2 だけちょっとやり直してください。 F2 だけイコールテンプレチャーのこの B2 にしてもらって、この B の前にドルマークをつけておいてください。この前にドルマーク。